スロベンスカーストレラは第二次世界大戦前のチェコスロバキア国鉄の特急列車に使用された M290.0 系流線型機動車の愛称。およびその車両によって運行が始まったプラハ、ブラチスラバ間の長距離優等列車を指す。M290.0 系機動車は1934年に チェコスロバキア鉄道省が立案した時速1 3 0トル運転可能な二等機動車の開発計画に基づき1936年タトラ社コプジブニツェ工場で2両が製造された優先型の両運転台を持つ電気機械式ガソリン動車で全長 25,100mm、時長36.0トン、最高速度時速1 3 0トル。 M290.00 には1936年に時速 148km の速度記録を出した。チェコ及びスロバキア両国の国産鉄道車両の設計最高速度としては、鉄道企業体スロバキアが2011年に投入開始したゾズウルトート機製の 861K ディーゼル動車によって破られるまで75年間にわたって最速体記録を維持した。 電気モーターとガソリン機関直結の発電機と、平ら波車を組み合わせたギアボックスで結び、機関と共にインサイドフレーム構造の、大型台車内に1セットずつ収める、独自のモータートラック方式を採用。電気式、機械式の両方の機能を合わせ持つ、独特の機構を特徴とする。車軸配列はである。動力装置は当時タトラ車に在籍していた。 チェコ人技術者のヨセフ・ソーセリークが開発したもので発信時から大トルクを発生できる電動機の特性と低回転ではトルクが小さく高速域でトルクと出力が上がるレシプロ内燃機関の特性を組み合わせたユニークなアイデアで知られる低速時にはガソリン機関を発電用エンジンとして用いて直流発電機を回転させ その直流電気によって駆動用直流モーターを自動診断による抵抗制御で制御し駆動軸に動力を伝達する電気式で速度が時速 82km に達すると電磁多板式クラッチによって自動的に直結段に移行しガソリン機関の回転を直接駆動軸に伝達する機械式となった駆動台車の片方が故障した場合には 制御を切り離し変代車だけの駆動による走行も可能であった。拡大車のインサイドフレーム上には M290.001 の開発過程において自動車用6気筒ディーゼル機関のタトラ67型を搭載したが騒音及び振動の面で難点があるとして最終的にタトラ67型をエタノール添加の混合ガソリンを燃料とする。 ガソリン機関タトラ68型に改造して搭載した。M290.00 にも当初ディーゼル機関を搭載する計画でインサイドフレームを製造したが、最終的に M290.001 と同様にタトラ68型が搭載された。制動装置は、すでにドイツのフリーゲンターハンブルガーなど、当時の各国の最新鋭高速機動車が、 自動車由来のドラムブレーキを採用していたものの、高速からの制動に難点があるとして、本形式ではこれを採用せず、駆動用直流モーターと抵抗器を使用した電気制動を採用。電制執行後は自動空気ブレーキによる制動を行った。直径 920mm の車輪和製輪子による、 非常用機械式ブレーキ使用時の摩擦熱によるタイヤ視管を防ぐため一体鋳造とし、ワシングには放熱用の8つの穴を開けた。車輪踏み面の輪郭は高速走行を想定して40分の1と20分の1の2種類の踏み面角で構成する特殊コンタを採用した。インサイドフレーム台車の軸受けは、 スウェーデン SKF 製の傾斜コロ軸受けを使用し、一方で、インサイドフレーム、もう一方で軸受けを抑える、逆さ板羽で保持した。この他高速運転に備え、運行速度を記録するタコグラフとペダル式の、デッドマン装置を装備。車体は、リベットのない完全溶接車体とするなど、当時の初対国の車両をしのぐ、先進的技術を数多く取り入れていた。 本形式の加速性能は平坦線において、軌道から3分で、計画の最高速度時速 130km に達し、チェコスロバキア国鉄が本形式の計画に当たり、イタリア国鉄から借り受けて、試運転を行った同じ最高速度時速 130km の、リットリな軽量軌道車、アルブ 80K の6分を大きく上回り、 5パーミル上り勾配でも7170メートル地点で時速130キロメートルに達した。一方、制動性能は6.7パーミル下り勾配における時速105キロメートル走行時の急制動の制動距離が400メートルで時速120キロメートル走行時の制動距離が2パーミル下り勾配で190メートル4パーミル下り勾配で240メートルのアルブ。 80型を下回った。車内は全2等室で中央に設けられた軽食準備用の台所とスナックバー区画で喫煙室と禁煙室に区分。便所を2カ所に設けた。運転室は開放式でチェーン、または網状のフェンスのみで仕切られ、両車単の乗降口デッキから全面展望を眺めることも可能だった。連結器を備えていたが、 営業運転時は単行で使用された。チェコスロバキア鉄道省は1937年にも4両の M290.0 型を追加装備して運行路線を拡大する計画を立て、このほかブラチスラバジリナ間に M290.0 型をベースにした新開発の急行電車を投入する構想もあったが、いずれもドイツとの情勢悪化で実現にしなかった。 営業運転開始に先立ち報道関係者向けに、プラハとブラチスラバからそれぞれ運行された、特別列車新設の列車種別、自動拘束が与えられた、スロベンスカーストレラは、ブラチスラバ機関区に配属された M290.0 型によって1936年7月13日、ウィルソボのブラチスラバ中央間で、営業運転を開始した。途中停車駅は、 ブルの中央の一駅のみで日曜日を除く毎日運行。朝ブラチスラバを出発して午前中にプラハに着き、夕方プラハを出発して深夜にブラチスラバに戻るダイヤが設定された。プラハブラチスラバ間の運賃は機関車牽員客車による高速列車の二等運賃と同じ100、チェコスロバキアコルナと当時としては高額で、立席乗車は不可だったが、 プラハで約8時間滞在してブラチスラバに日帰りできることから主にビジネスマンや公務員、大義士が利用した。所要時間は初年度の1936.1937年ダイヤでは4時間51分であった。ブラチスラバプラハ間における当時の最優等列車は蒸気機関車牽員のバルカン列車こと147、148列車で スロベンスカーストレラよりも停車駅が多かったため単純に比較はできないもののスロベンスカーストレラは同列車に比べ所要時間を1時間短縮した1936年9月には M290.001M290.002 の車両検査に伴い食堂車と客車の2両で蘇生された代用の蒸気機関車列車が スロベンスカーストレラに一時重当されたがダイヤを維持することができず、連日20から30分の遅れを出して、M290.0 型による運行の優位性を浮き彫りにした。さらに路線改良が進んだことを反映し、1938.1939年ダイヤでは4時間18分、4時間19分と30分以上短縮され、標定速度は 時速 90km を超える瞬速を誇った。自動高速列車、スロベンスカ・ーストレラは1938年、ミュンヘン協定の影響で一時運行不能となった後、1939年には第二次世界大戦が開戦したため、燃料不足によって運行休止となった。ドイツ保護国となったスロバキア共和国の、 スロバキア鉄道車籍となった M290.0、型は、ブラチスラバキ管区に留置され、後ボヘミアモラビア保護領下のチェコモラビア鉄道に移籍して、マサリク鉄道駅に配属された。一両は、エミール・ハーハ大統領ら保護領交換の、視察用として使用された。終戦直後の1945年6月21日、ブラチスラバ駅と、 プラ廃棄を確実運行する形で M290.0 型によるスロベンスカーアストレラの運行が再開され同年10月1日には日曜日を除く毎日運行に服したが戦災による路線状態の悪化で所要時間は6時間を超えていたドイツから接収した SVT137 型を改版した m 2 9 6 0系、m 2 9 7 0系、m 4 9 3 0系、m 4 9 4 0系機動車とともに、同年12月3日のダイヤ改正で新たに、高速列車11往復が機動車で運行されることになり、プラハオストラバカンなどの自動高速列車に一時、充当されたほか、 1946年にかけて、ニュルンベルク裁判に出席する、交換移動用の特別列車にも使用された。その後、M290.0 型は、一旦、スロベンスカーストレラ運用に戻ったが、1948年2月の共産党クーデター以後、定期運用を失った。1950年代に入り、 接収などで、周辺各国由来の車両が入り混じっていた、保有車種数の整理を、目指しチェコスロバキア国鉄が、新請車両の大量投入を開始する中、プラハリーベン機関区配属となった2両のうち、M290.001 が1953年に、廃車となって002の部品取り用車になり、M290.002 も1960年には、廃車となった。 M290.001 は解体処分されたが、M290.002 は、コプジブニツェ市の美術館を経て1968年に、タトラ国営会社に移管され、民営化後のタトラ株式会社が承継。コプジブニツェ市のタトラ企業博物館に保存され、2010年に、チェコの国民文化記念物に指定された。 M290.00 には1974年と1993年に、車体の再塗装が行われており、この過程で誤って、M290.001 の表記が行われていたが、2018年から2021年にかけて行われた、修復復元工事によって、元の車番に修正された。350蛍光直流電気機関車。 牽引客車列車による社会主義時代のスロベンスカーストレラ X172X173 列車 m 2 9 0 0系海を離脱後の高速スロベンスカーストレラは m 2 9 6 0系 m 2 9 7 0系 m 4 9 3 0系 M494.0 系機動車による高速 R1、R2 列車時代を経て1950年代にハンガリーガンツ社製 M495.0 系機動車に置き換えられた。一時、オストラ版、ブラチスラ版エクスプレスに解消されたものの間もなく、急所に服した。 復元整備が行われた m 二百九十点零零にタトラトラックスシャワー2018年現存する数百点に及ぶ設計図面と写真資料をもとに地元企業や自治体の支援を受け m 二百九十点零零2の復元整備プロジェクトを開始したプロジェクトは製造当初の機構と走行性能を忠実に復元して営業運転を行える状態にするもので チェコモラビア鉄道研修有限責任会社が施行。配線や車輪、車内の内装など一部は新製品に交換したものの、部品の90%は製造当初のものを再整備して使用した。合わせて、タトラトラックス社は、タトラ企業博物館に車庫を兼ねた専用の新展示室を建設した。展示室建設を含めた、 走行費は1億8000万チェココルナで、このうち8000万チェココルナは EU から助成された。復元整備工事は2021年に竣工し、同年5月7日に、鉄道施設管理公団ブジェロフザーブジェシュナモラビエ、管で最高速度実測 130km の公式、試運転が行われて、営業運転認可を受けた。 性能上現代の保安基準を満たすことができないため、営業運転における認可最高速度は、時速100キロメートルである。5月13日には、タトラ企業博物館への自力回送を兼ね、ヨセフ・ソーセディークの息子、トマーシュ・ソーセディークら招待客を乗せた、プジェロフ発コプジブに追記特別列車が運行された。営業運転認可を前に、 UIC 番号として M290.0 型には新規に形式870が割り振られ M290.002 の UIC 形式番号は870.002となった。同社の車席を持つタトラトラックス車は営業運転に関する今後の具体的な計画はないとしているが、その後もプラハ中央駅での展示など各種イベントで博物館から 各地の会場までの自力改装による走行を披露している。また同社は復元整備に協力した地域社会への還元を視野に将来的な営業運転実施にも含みを持たせている。ありがとうございます。